おはようございます。よろしくお願いいたします。いいですか。はい。毎年年末恒例となっております、今年の重大ニュース、それを発表させていただきたいと思います。この重大ニュースでございますけれども、知事部局、教育庁、警察本部から出されました42の候補、これをもとにそれぞれの部長さんなどによる投票を行いまして、その結果を踏まえて、昨日の町議でもって決定をしたものでございます。それでは発表をいたします。第1位でございますけれども、私たちの生活や経済に今年本当に大きな影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症の発生であります。2月20日でございます。初めて当県で感染が確認をされて、その時々の感染状況に応じた防止対策、生活の支援、そして事業者の支援というものを行ってまいりました。県民の皆様、事業者の皆様、医療従事者をはじめ、それぞれの分野で社会を支えていただいた大勢の皆様のご協力、ご尽力に改めて感謝を申し上げたいと思います。また、先日、ワンヘルス推進基本条例、これが制定をされました。人獣共通感染症に対応するため、ワンヘルスの理念に立った取り組みを進め、その拠点の早期の整備というものを目指していきたいと思います。コロナとの戦いはこれからも続くわけであります。社会全体で感染防止を図りながら、着実に社会経済活動のレベルを上げていきたいと考えております。第2でございます。平成29年以来4年連続の災害の発生であります。気候変動による水害リスク、これを増大、その増大をに備えていくために、今、国、県、市町村、関係機関と一緒になって、上流から下流までの流域全体の総合的な治水対策、取り組んでいるところでございます。これを具体化していくと同時に、合わせてそれぞれの被災地の一日も早い復旧・復興、これに全力で取り組んでまいります。そして災害に強い福岡県づくり、防災減災にも取り組んでまいります。3番目でございます。日田湖山線の BRT による復旧方針の決定と、沿線の地域の振興策の検討が始まったということであります。県、東峰村、添田町によります、福岡県日田湖山線地域振興推進協議会、ここにおきまして、九州の自立を考える会の復旧対策協議会からご意見をいただいております。これを十分踏まえまして、九州初となりますこの BRT、その活用を含めて、具体的な振興策というものを策定し、その実現に向け取り組んでいきたいと思っております。第4番目でございます。中村哲さんに、私どもの福岡県県民栄誉賞を贈呈したことでございます。ご承知のとおり、アフガニスタンで凶弾に中村医師は倒れられたわけでありますが、県におきましては、先生の現地での活動を振り返る写真展、また活動報告会というのを開催させていただきまして、県民の皆様に改めてその先生の偉大な功績を伝えてきたわけであります。中村先生、医師が成し遂げられるとされた高い志、これをしっかり我々は未来に引き継いでいきたいと考えております。5番目でございます。北九州空港の滑走路の延長に向けた国による調査が開始されました。また下関北九州道路の計画段階評価着手、いずれも国による調査検討が進められているわけでございます。先日、下関北九州道路につきましては、そのルート案、国の有識者会議で了承をされました。またこのほか、福岡都市高のアイランドシティの建設、それから東九州自動車道や八木山バイパスの4車線化の事業、それらが進んでいるところであります。また私どもの宮若北部の工業団地の調査設計というものも進んでいるところでございまして、将来の私ども地域の発展基盤、その整備が着実に進展をしているということであります。6番目でございます。新福岡県立美術館の建設予定地が県営の大堀公園に決定をし、また2021年の10月には体操、新体操の世界選手権大会が北九州で開催をされることが決定したことであります。新しい美術館、県の美術館が
本県の新しい顔となって内外に誇れる素晴らしい美術館となるようその整備を進めてまいります。ソフトバンクホークスが4年連続の日本一、またアビスパ福岡が J1 に再昇格をする、そういった元気の出る話もありましたけれども、今後とも県のスポーツ振興基金を活用して今申し上げました北九州での国際大会のような大規模スポーツ大会等の誘致、またその開催とトップアスリートの育成に力を入れていきたいと考えております。第7位でございます。国際金融機能の誘致、ティーム福岡が発足したことであります。福岡県の持っております数々の強みを発揮してティーム福岡を中心に産学官一体となってプロモーションを行うとともに医療教育の充実など受け入れ環境の整備、これに取り組んでいきたいと考えております。第8位でございます。ボナックとの新型コロナウイルスの治療薬、県と共同開発が進んでおります。また宇宙ビジネスやブロックチェーンといった新しい分野への進行を始めたところでございます。ポストコロナを見据えまして、こうした今ピンチ、これをチャンスと変えるために将来の新しい発展の目、新しいビジネスの創出に取り組んでいきたいと考えております。第9位でございます。当県としては初めてのことでございますが、高病原性の鳥インフルエンザが宗像市で発生をいたしました。宗像市の養鶏場1箇所、これに封じ込めることが成功しました。で、12月20日でございますけれども、卵や鶏の移動制限区域をすべて解除されまして、すべての防疫措置が完了したところであります。引き続き今回のインフルエンザで影響を受けております養鶏場の経営の支援、そして防鳥用ネットの整備など今後の感染防止対策をしっかり進めていきたいと考えております。最後でございます。10位、工藤会の総本部の事務所の完全撤去、それから飲酒運転の通報義務、から自転車保険の加入の義務化でございます。引き続き県民の皆様の安全安心のより一層の確保に努めていきたいと考えております。以上が今年の重大ニュース、私どもが選んだものでございますけれども、来年の県政の重大ニュースにつきましては一つでも多くの明るい話題が入ってくるように努力をしていきたいと、このように思っているところであります。これも一緒にやりますか。はい。毎年今年1年を総括したら漢字で表すとすればどんな字ですかと言われておりまして、それを踏まえまして、昨日の晩、書いてまいりました。今年は私は初という字を書きました。ご承知の通り、初という文字は起きる、生じる、そういったもののほかに伸ばしていく、盛んにする、送り出す、まあ、そういった意味があるわけであります。もうご承知の通り、今年は世の中に本当に大きな影響を与えた出来事であります新型コロナウイルス、また私どもにとっては4年連続の災害、それから鳥インフルエンザ、そういったものが発生をしたわけであります。この3つの災いが発生をしたわけですけれども、これをテコにしてバネにして私たち福岡県は新たな発展を目指していきたいと思っています。先ほども申し上げましたように、ボナックとの新型コロナウイルスの治療薬の共同開発をやっています。また宇宙ビジネス、ブロックチェーンといった福岡初の新しいビジネスの創出にも着手をしたところであります。そして先ほども選びましたけれども、10月発足をいたしましたティーム福岡、このチームでもって国際金融機能を誘致をしまして、来年10月には北九州で開催される世界体操新体操の選手権大会で我が福岡県の魅力を大いに国内外に発信をしていきたい、そういうふうに考えております。そういったもろもろを込めまして、今年の漢字は初とさせていただいたところであります。私の方からは以上でございます。
やっぱり冒頭1位2位に残念ながらコロナとか自然災害、そういった大きな意味での災いですね、というものが入ったわけです。これは言い換えますと県民の皆様のお一人一人の命と暮らしに関わる出来事が起こったということであります。県として全力を挙げてこれに取り組んできたわけであります。また、鳥インフルエンザも県内で 初の感染が出たわけでございます。明るいニュースが失礼、こういった暗いニュースと閉塞感、そういったものが漂う年だったという気もいたしますけど、一方で明るい前向きなニュースもあったと思います。先ほどの来年の北九州における体操新体操の世界選手権大会の開催決定、ソフトバンクホークスの4年連続の日本一、アビスパの5年ぶりの J1 昇格と、こういったニュースは県民の皆様に元気や明るさ、また閉塞感というものを吹き飛ばしてくれただろうと思っております。私自身も本当に嬉しくまた心強く思ったところであります。またオール福岡で取り組んでまいります国際金融機能の誘致、これもその取り組みも始まったところであります。関係者と一緒になってチャレンジをしていきたいと思います。これまでの課題で前進したものとしましては、先ほど申し上げました北彦山線の復旧方針と地域振興の検討開始、それから私どもの新しい県立の美術館の建設費の決定、そういったものがあるわけです。これらはこれからが出発点、スタートでございます。しっかり取り組んでいきたいと思います。それから大きな流れとしましては、ポストコロナを見据えて、またこうした厳しい状況の中でこそ将来の成長発展の種をまく、芽を育てる、それが非常に大事であります。先ほど申し上げました宇宙ビジネスやブロックチェーン技術の進行というのをスタートさせました。ボナックとのコロナウイルスの治療薬の共同開発も進んでおります。福岡発の新しいビジネス、これを一つでも多く創出をしていきたいと、このように思います。今申し上げましたように、なかなか厳しい状況ですけれども、将来に展望を開くようなことをしっかりやっていくというふうに総括をしたいと思っております。今回の1年の総括ということで似てしまうかもしれないんですけれども、コロナ禍に見舞われた今年で感染の広がりや医療体制の状況というのが、各都道府県の間で大きな差があったと思います。知事には政府が投げてくる、政府や国が投げてくるさまざまな施策を自分の県の政策に落とし込む力とともに、その政策というのを県民に届くように伝える力というのが問われたんじゃないかなと思っております。知事はこれまでの新型コロナウイルスに関するご自身の発信力をどう自己評価されておりますでしょうか。100点満点で採点していただいて、来年はこうしたいというような改善点があれば教えていただけたらと思います。ご質問の趣旨は、4月7日に共同宣言が国によって7都道県、私どもを含めて出されたわけであります。その日の対応、記者会見の時間が遅れたというのが今回のスタートだったと思いますけれども、これはあの時も申し上げましたように、内閣府に対して正確な情報の確認と国の基本的な考え方方針、これをちょっと精査し確認をしていた、その作業がちょっと時間を要したために遅くなってしまったわけであります。それからあとはですね、そのことについて反省し、また注意をして、会見時間については留意をするようにし、県民の皆様にできるだけ早く正確に、そして分かりやすくお伝えするように心がけてまいりました。合わせていろんなルートを通じてお願いをしたり、働きかけ、説明することが大事だと思いまして、テレビやラジオ番組にも積極的に出演をさせていただきまして、その時々の我が県の状況や私どもの政策の背景、そういったものについて早く正確に分かりやすく伝えるよう努力してきたつもりであります。
点数は何点かと100点満点だというんですが、こういう点数はいつも申し上げているんですが、自分でつけるようなものではないと思います。ただ大事なことは、今の福岡県の感染状況、あるいは医療提供体制の確保、その状況というものが他の地域と比べてどういう状況になっているのか、県民の皆様にとって安心していただけるようなものかどうかということが一番大事だろうと思っております。でそういう意味で、今の状況にありますのもですね、県民の皆様、事業者の皆様、医療従事者はじめ社会を支えていただく大勢の皆様のご理解とご協力とご尽力、これがあって今の状況、福岡県の状況がありますので、改めて皆さんに感謝を申し上げたいと思っております。これからも感染状況と、この大事な医療提供、肝であります医療提供体制の確保、これについて注意深く把握をしながら、機動的に適時適切な対応を行っていく、意思決定をしていき、そのことを速やかに正確に分かりやすく県民の皆様にお伝えしていきたいと、このように思っています。はい、この1年間を象徴するコロナへの県の今までのそれまでの対応なんですけれども、はい、現状の状況を踏まえて総括されるというのがですか。先ほど申し上げた通り、他の地域は非常に急増いたしております。7月の半ばから急増したいわゆる第2波と皆さんが呼んでおられるときには、1日169件というのが出たこともありますし、いわゆる要療養者が1300人を超える状況もございました。自宅療養が800となるときもあったわけでありますが、それが今みたいな状況になってきているわけでございます。現状で言いますと、551床コロナ病床を確保しておりまして、12日にコロナ警報を発動し、医療機関に再度準備体制に入っていただくように要請をずっと続けておりまして、この551床はほぼ全て確保できつつあるという状況にございます。で、実際に患者さんの受け入れも進んでいるわけでございまして、そのうち90床は重症者の方々にも対応できる病床となっているわけでございます。また無症状者、軽症者の方々を受け入れる宿泊療養施設は4ホテル1057室確保しております。ご承知の通り、この宿泊療養施設ですけれども、自宅療養をできるだけ減らして、ご自身はもとより家族や周りの方にうつさないということ、それから重症化されて病院に突然行きますと、病床がまた逼迫するわけです。そういう意味では、極めて重要な施設であるわけであります。ここには私ども医師と看護師を常駐させておりまして、ずっと、チェックを観察をしておりまして、入所者の体調の変化には即座に対応できるようになる、場合によってはあらかじめ指定しております病院に搬送することにしているわけであります。だいたい陽性が判明して翌日には入っていただけるような今状況になっているわけであります。で、病床稼働率は確かに 25% 今超えております。超えておりますけれども、先ほど申し上げました宿泊療養施設で470人ぐらい今入っておられますから、で、入院患者さんはだいたいこのところ220人台ぐらいで、退院と入院がこうなってるんですけど、大体220人台で推移をしてきている、そういう状況でございます。今後注意深くこの状況は見続けていきますけれども、現段階では直ちに医療提供体制が逼迫をしていると、そういったことを申し上げざるを得ないような状況にはないと、このように思っております。で、また、だから今はそういう状況で認識しております。よろしいですか。具体的にはそれなりにこう抑え込むことができた1年だったという、今のところはそう思っております。ひとえに県民の皆様、事業者の皆様、医療従事者はじめ社会を支えていただいている大勢の皆様のご理解とご協力、これがあって今の福岡県の今日の状況があると思っております。引き続き年末年始、人の移動とかも多いと、またいろんな
会合等もあるという時期でございますので、今まで以上にですね、県民の皆様、事業者の皆様には感染防止の基本、これを徹底していただきたいと思っております。7本目にやった最近の、はい、先般幹事会で、こういうことやっていこうという方針が固まって、であとは個別のメンバー同士が、はい、で県として例えば来年どうになってしまうのか、来年なのかちょっとそれは分からないですけども、どういったことをそのやっていけるかなというふうに、はい、県としては福岡県が持っております、西日本屈指の人口とか産業集積、研究機関の集積、理工系の学生の多さとかですね、そういった強みがあるわけです。でそこの強みを生かして県がいろいろやってきた施策、とりわけいわゆる新しいインベスター、投資家の皆さんが投資先としてたくさんの分野がある、環境とかグリーン、そういった分野もそうだと思いますが、そういった投資の対象とかなるような新しいビジネス、ベンチャー企業というのはずっと福岡はベンチャー協議会で 毎月1回ビジネスモデルを発表し、サポーターが応援していって上場企業も出してきているわけです。だそういった県が今までやってきたところをもっと研ぎ澄ましていってですね、いわゆる国際金融機能の機関、あるいは人材が求めているスペック、それに合うような地域になるような条件、そのことについて県が今までやってきたことを使ってそれを研ぎ澄ましていきたいということで、具体的にはいろんな分野で何ができるかという作業をしているところであります。合わせてこれは県の森は超えてしまうんですけども、はい、いわゆる教育、外国人学校の話であるとか、インターナショナルスクールとか、あるいは税制の話とか、もう国の方でも議論は進んでいるんですか。そうですね、はい、例えば県として、あるいは福岡市、北九州含めてその要望、提言というのは何か。それは今後ですね、国が今回一部出てきております、税制改正でも出てきておりますけれども、今後の国の考え方、それから他の地域の動向、それらも踏まえてですね、私どもは必要な国への提言、要望というのは引き続き関係者一体となってやっていきたいと、このように思っております。これは国際金融センター、菅総理がおっしゃっている国際金融センター、アジアあるいは世界のというふうに考えれば、国にとっても我々地域にとってもものすごく高いハードルがあるわけですけれども、これは国地域挙げてで乗り越えていこうということだろうと思っております。チーム福岡、これを中心にみんなでそれぞれの強みを持ち寄ってシナジー効果を出しながら働きかけ、あるいは自分たちでやれることをやっていきたい。どうぞ発表以外。いいですか、発表なら発表以外でどうぞ。ちょっと全然違う話なんですけど、うん、でも県でやられてるラジオの話先般人権救済でしたっていう申し立てがされて、弁護士会にね、はい、人権啓発するラジオがその人権啓発を申し立てるブラックユーマンみたいな感じになってますけど、受け止めいかがですか。私どもとしてはですね、ラジオ番組に出演、私たちの、県のやっている番組に出ていただいて、その内容について、一部私どもとしてはやっぱりやるべきじゃなかった、言うべきじゃなかったということを申し上げたということがあったわけであります。でそのことについてはお詫びを申し上げ、そういうことにはしなかった、実際問題としてはしなかったわけであります。それで引き続き、番組は続いており、出演もされているわけでございますが、この度弁護士会の方に、申し立てをされておられます。我々としては引き続きしっかり説明をさせていただきたいと、このように思っています。はい、改めての確認になるんですが、年末年始会の中、前段階でその知事として宿泊券であったり、宿泊券の制度、あるいは県民の税援の実施などの入札制度を行わない考えになるとも変わりはないでしょうか。うん、基本的にはちょっと待ってね。
この前も記者会見で申し上げましたけれども、現段階では今の感染状況と、それから医療提供体制の確保状況から見て、直ちにですね、外出自粛、営業時間の短縮、休業要請をお願いをすると、そういった状況には現段階ではないと思っております。ただし今後陽性者が急増したりね、その結果医療提供体制が私どもが想定している範囲以上に逼迫をしてくるような事態になれば、当然他の地域のような厳しい措置というのをお願いせざるを得なくなる、そうなると思っております。それを避けるためにもですね、それを避けるためにも感染防止、これについて県民の皆様、事業者の皆さんがその防止の基本それぞれ徹底していただくというのが大事だと思います。それから年末年始ということで言えば、旅行や帰省、そういった往来、これについては一律にですね、これを自粛してくださいという呼びかけは私今のところする考えはありませんが、年末年始のこの時期は人の移動が集中し密になる可能性は高いわけですから、帰省や旅行というものを分散していただくようにはお願いをしたいと思っております。そして個々の移動や外出にあたりましては、ご自身の健康状態は当然、それから行き先の感染状況、それから行き先の首長さんたちとか地域がどういう要請を発しておられるか、そういったこと、それから利用される施設に行かれる場合は、利用される施設やお店がどういった感染防止対策を講じているような施設、店なのかどうか、そして移動先でお会いになる方、家族、ご高齢者の方がいらっしゃるかどうか、そういった一緒に過ごされる方、そういったその内容、それぞれをしっかり考慮してですね、慎重に判断をしていただきたいと、そのことはお願いをしたいと思っております。そして当然のことながら、外出とかされる場合には、マスク、手洗い、それから身体的な距離、3密の確保と3密の回避、そういったご自身の防止、感染防止、しっかり図っていただくと同時に、相手にうつさない、そういった行動を取っていただきたいと、このように思っています。県内でもやっぱり毎日100人前後の地域の感染者が出ていて、そこでそういった宿泊店であったり、食事系に、町では続けられるとおっしゃいましたけど、今制限を行わなくて大丈夫かとか不安の声もありますけど、それについてはいかがでしょうか。今その制限を行わないことに、県民から大丈夫であるかとか、不安の声も聞かれるんですけども、それについて知事はいかがでしょうか。今申し上げましたように、一律に行くということは今考えてませんが、お一人お一人はね、しっかり慎重に考えていただきたいと、このように思っているわけです。年末年始の医療体制についてのお伺いですが、はい、東京都などでも随分強化をされているというのが、福岡県としては年末年始の医療体制についてのはい、ちょっとすいません、さっき整理して持ってきたんだけどね。年末年始のことですね、まずはですね、感染防止が疑われて不安をお持ちの方が相談ができるような受診相談支援センターというものを今設けておりますが、年末年始も引き続き24時間体制、これを続けてまいります。そして受診や検査ができる医療機関というものを地域ごとに確保しております。そして接触者調査や患者の搬送を行う保健所と保健所およびその検査体制、これも整備しております、確保しております。でこれらについては地域にどこに行ったらいいかとか、それは先ほど言いました24時間体制の感染受診相談支援センターにお問い合わせをしていただきたいということであります。また年末年始におきましても、医療機関の皆さん方のご協力をいただきながら、患者の発生状況に合わせて必要な入院調整と、これは続けてまいります。また宿泊療養施設についても、先ほど申し上げました4施設におきまして、引き続き受け入れ医療提供をしてまいります。
で従いまして県民の皆様には年末年始発熱といった何かコロナについて心配不安疑われるような状態がなりましたらですね、まずはそれぞれの受診相談センター、ここにご相談をいただきたいと思っております。そこから先の受け皿をしっかり整備させていただいております。受診相談センターに関しては、人員としては今までのような通常ぐらいいるのか、それとも7、8割ぐらいとか。少なくとも年末年始でもしっかり対応できるような体制を整えている。対応の医療機関の数に関してはいかがですか。通常今ちょっと持ち合わせてませんが、少なくとも地域ごとに必要な期間数、これは確保している。詳細は後から説明できますか。はい、年末年始、当然救急救難センターというところも各地域ありますし、また当番医という制度もあります。なので正確に数という形ではないんですけれども、地域言われたとおり地域単位で受診ができる体制を診療検査とも整えています。ありがとうございます。先ほどの制限についての確認なんですけれども、実は現状ではその強い制限をかける段階ではないというふうにおっしゃってますけれども、その前ぶら下がりでも少しおっしゃってました、ステージ3になると少し考えるかもしれないというような趣旨のことをおっしゃってます。今、ステージ3に我々当たってないとは思っております。で、尾身専門家会合の分科会の尾身先生もおっしゃってるのは、ステージ3のことをいつもおっしゃってて、東京都はそれを超えてるということでおっしゃっていますね。あといくつかの都道府県自治体がそういった当てはめになっているようでございますが、そういう中に我々まだ位置づけられておりません。従いまして我々のコロナ警報はすでに発動して、今後の状況の転化を警戒感を持って見ているわけですけれども、その時の一つの指標としては、ね、ステージ3というのは参考になると思っております。ステージ3で言えば新規感染者数1週間で言えばその10万人あたり15人ギリギリそのぐらいの段階になろうとしてますし、病床使用率もそれを超えています。さまざまな指標が基準を超えつつ、もしくは超えていますけれども、まだその段階ではない。どういう段階になれば、それは実際問題としてね、どれだけの指標が超えるかどうかということと、やっぱり医療機関の支えていただいている従事者の皆様、医療機関の皆様方が、その医療を提供する上でですね、逼迫している状況、これ以上はと。いう感覚かどうかというのは非常に大きいと思っております。他の地域の状況を見ておりましてもそう思っておりまして、今はずっと意見交換ずっと医療機関とやっておりますけれども、今の段階ではね、この状況をずっと続くことができれば増していく、なんとか増していく。最後にすみません、知事の個人的なことをお聞きしますけれども、はい、年末年始はいつからいつまで休まれて、その間どこでご覧になられるのか。カレンダー通り休んで自宅におろうかなと思ってます。子どもたちは東京におりますけれども、やっぱコロナですからお互いの行き来はやめようと思っております。例年だとですね、皇居で新年祝賀の儀っていうのがあって、それにいつも参加しておりましたが、今年は人数制限を絞って、多分知事会では知事会長だけが出席されるんじゃないかと思っておりますので、自宅で校舎におるつもりでおります。カレンダー通りというのは、25日が仕事をさ28日ですね。28日まで仕事をされる、はい、ちょっとそれは皆さんの様子を見て1週間で休むかどうかというのはこれからの問題だと思いますけど、はい、年始は4日ですか。8日からですね。わかりました。できるだけ年末年始は働き方改革、これもあってですね、できるだけ休みを取りましょうと言ってますから、職員の皆様にそれをお願いしてますから、私もそれを頭に置きながら決めたいと思います。自宅におるつもりです。